ないでございます。でも結果発表会をニューオータニーでやるぐらいですけど、すごいですお食事、洋食のお食事のマナーを学ぶ機会も兼ねておりますので、学生からしてやると思うんですけど、こちらこそこちらが当選用のテキストの作り方になっております。源氏物語になぞらえた名前がついている特典でございまして、逆にどの状態これ、はい、こちらをですね、ちょうど的の下に入ってその上に立った時にこの2人が、いやいやいや、なったことある、見たことある、これ決めた人、こちらは見たことないですね。ちなみに、はい、黒さんが見た最高点はどれが見たことある？私が見た最高点は35点の身を尽くしが、すげえ、これ落ちたけど上に乗るってこと、落ちましたが、扇が上に乗っている状態で、今年の常磐祭で3名の方が身を尽くし出していらっしゃいまして、上位の61点の方と56点の方と45点の方が身を尽くしを出していらっしゃいます。箱が倒れてしまうとマイナス30点というのがあります。えぐっ、もう絶対絶命やん。0点以下ってあるってことですか？そうです、ね、0点以下はマイナス30点とマイナス2点がございます。え、これ何？こちらは要の部分が下の台の部分に当たってコツンという音がしてしまいますと、コツンになります。コツンになるとコツンなんですね。決まりながらコツンで要が当たってコツンというとコツンになってしまいます。投げ方のコツっていうのはどういう感じなんですか？斜めの部分持っていただいて、紙飛行機を投げるようにそっと投げて、風に乗せて投げていただくのがコツなんですが、少し下向いてしまいますと墜落してしまいますし、あ、でも身を尽くしを出したことないけど、そんな言われてもおお、おお、こちらは重みが上になって後ろに落ちておりますので、スマ10点でございます。すごい、すごい、やるやん。
これ本当に難しいね。ありがとうございました。ありがとうございました。8点だ。大点何点だ。15点。だから俺1回で8点出したんだから。そうか。優しい。礼儀作法です。いや、あそこそこまで頭下げるのは礼儀作法として正しくないですよ。違いますよね。奥義鶴の舞でございます。こちら鶴の舞にございます。いや鶴でしょ。鶴の舞にございます。鶴の舞いきます。また鶴の舞。3点でございます。鶴の舞にございます。もう一度鶴の舞いきます。乗ってるやん。乗ってるよ。おお。
らあそこから持ってきたね。あ、ちょっともう、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 余韻に浸らない、余韻に。コツ頼むよ、コツ、コツ、コツ名人。行くともでしょ。早くし。いや、すごいって言ってるけど、そんなにすごくないんで。どうもありがとうございました。乗ったんじゃない？いや、もう乗ってない、乗ってない、乗ってない。いやそこおかしいでしょ。自分も最後の空振ったんだ。けど若干自分たち有利ですよね。座高高くなるから近くなるよ。そう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 、背が高いからその分俺たちは有利。これで届いただけるってことですよね。まあ、久々にやったとしてもゼロを出しちゃったことはちょっと反省とその時。いや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 、なんで上からおかしいでしょ。いやいや、頼むべじゃないよ。俺たち1位で大ちゃんたち2位やろ。大ちゃんとどっちが、大ちゃんとどっちが全然家事下だよ。大ちゃん何 18 18です。楽しい時間でした。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、これめちゃめちゃ面白いね。ありがとうございます。その許可でこのグッズだぞ。これのグッズだぞ。どうも、ありがとうございました。はっきよー。